大きい大という字を書いてみましょう。まず一画目、横の中心線よりも少し上から入って右上がりに横画を書きます。この時に左と右の余白はほぼ同じになるように書きましょう。2画目は縦の中心の上の方から入って左払いです。左の下の隅を目指して払いましょう。3画目は1画目と2画目が交わったところから始まります。で、右の角を目指して右払いです。大きいという字なのでなるべく元気よく大きく書きましょう。横画は少し右上がりに書きます。左払いはここの角を目指して払いましょう。右払いは右の下の角を目指して払いましょう。ここ右払いの時はここの部分からくっつけて書き始めましょう。